はい、皆さんこんにちは。バレエコードはない方が良い初心者のためのギター教室。音楽を奏でる楽しさを一人でも多くの方に知っていただきたい秋田です。イエーイ。今日はですね、天空の城ラピュタ、君を乗せて、井上あずみさんが歌っているラピュタの歌です。この動画を最後まで見ると君を乗せてバッチリ弾けるようになっちゃいます。もちろん練習していただく必要はございます。このチャンネルでは F とか Bm とかね、難しいコードを簡単なコードに変換したり、そもそも簡単なコードしか出てこない楽曲をチョイスしてレッスン動画としてアップしています。よろしかったらチャンネル登録お願いします。それでは Easy バージョンいってみたいと思います。 Easy バージョンですね、赤い玉ピッて光った時にビャッて弾くね、1コード1回弾くみたいな感じでやっていますので、それを見てまずは練習してみてください。それではイージーバージョンどうぞ。今回はですね、カポを6にセットしています。カポを6にセットすることによって原曲と同じキーになりますから、まあ、映画見ながらとかね、あの原曲聴きながらコラボ演奏することができますので、ぜひ楽しんでみてください。で、ご自身で歌うときはね、男性の方はまあここだと高いかもしれない、でちょっと低くしていくとかね、女性の方は多分ね、女性の歌なのでこのままで大丈夫かもしれないんですけれども、自分の声の高さに合わせてね、うまいこと調整してみてください。それではね、出てくるコードを確認したいと思います。まずは G、Em、Cm、Am、B7、Fm7、Dm、Dm6、E7、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個あります。多いですね、10個はね。でもね、10個頑張って覚えてください。それではね、次はストローク。ストローク2種類です。イントロから
あのどれか一つに君がいるからまではもう全部弾き下ろし。あの地平線輝くのはとね、もうね全部弾き下ろしで、こうさあ出かけようのところからはね、さあ出かけよう。2と3とシートの1のトと3の頭を引かない、じゃんじゃかんかじゃかですね。じゃんじゃかんかじゃかね、これも最後までこれで言ってますので、あのじゃんじゃかうかじゃか、じゃんじゃかうかじゃか難しい場合はじゃんじゃかじゃんじゃかでいいと思います。さあ出かけよう、これでもいけますんで、まあ、じゃんじゃかうかんじゃかの方がちょっとかっこいいかなって感じがするだけですね。はい。あとはね、ご自身でね、いろいろとアレンジしてみて、いろんなストロークをね、まぶしていただくのもよろしいかと思います。はい。それではね、そんなことをこう、思いながら、クールバージョン行ってみたいと思います。どうぞ。今日ですね、天空の城ラピュタ、君を乗せてやってみました。井上あずみさんすごいですよね。最近井上あずみさんの歌ばっかり聴いてます。素晴らしい方です。はい、尊敬していますね。皆さんがね、弾けたりとかね、弾けたよっていう動画を見せていただいたりするのが僕は非常に嬉しいので、ぜひぜひコメント欄にね入れてください。それとね、わかんないよっていうのもね、コメント欄に入れていただけると、まあ頑張って解決したりしてみたいので、皆さんぜひぜひコメント欄活用してください。初心者のためのギター教室、入校はチャンネル登録からになりますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。
皆さんがより楽しくギターライフをエンジョイできますように、今日もありがとうございました。バイバイ。